ウィリアム・テイラーは、植民地時代アメリカ合衆国のマサチューセッツ湾、直轄植民地の軍大使館、政治家である。裕福で影響力を持っていた、ストードン家に生まれ、別の政治力を持った家系の女性と二度結婚した。1711年から1716年まで、植民地の副総督を務め、さらに1730年代初期にも務めた。 これら副総督を務めた期間に短期間だが、総督代行にもなった。総督のジョセフ・ラドリーの政治的敵対者であり、植民地の通貨問題に対応することが意図された、土地銀行の提案は指示した。総督代行としての最初の任期に、現在のアメリカ合衆国では最初期の東大である、ボストン東大の建設を承認した。テイラーは、植民地の防衛のために活動し、 安城戦争の1710年、アカデアの首都ポートロイヤル包囲戦では一個連隊を指揮した。1720年代のボストン防衛を監督する責任ある立場となり、ダマーの戦争中には、色恋族や安倍ナき族インディアンとの交渉に派遣された。当初政治的な敵対者だったジョナサン・ベルチャーが後に同盟者となり、1730年には、 テイラーを副総督として務めさせる選択をした。テイラーは1732年に死ぬ時までその職を務め、おじであるウィリアム・ストートンの墓所に埋葬された。ウィリアム・テイラーは1675年6年2月25日、マサチューセッツ湾植民地道チェスターで生まれた。父は同盟のウィリアム・テイラー、母はレベッカ・ストートンだった。母は マサチューセッツ植民地初期開拓者イスラエル・ストートンの娘であり、ハンジ・ウィリアム・ストートンの姉妹だった。父は裕福な土地所有者であり、商人だった。父はボストン市で商業用不動産を所有しており、ニューイングランドで最大級に協力で、連貫性が良い土地開発者共同事業であるアサートン・カンパニーの一員だった。隣接するフランス領アカディアとの 東方貿易に携わる商人の選別友愛会の一員でもあった。その友愛会の指導的会員の一人がボストンの商人ジョン・ネルソンだった。テイラーの父は1682年に自殺した。明らかに財政的逆境によってもたらされた鬱病を患っていた。フランシス・ニコルソン、ポートロイヤル包囲戦の時の指揮官、テイラーの上官テイラーはかなりの資産を相続した。 1695年時点で、テイラーの後見人が彼のために5つの工場を運営していたと報告されている。また、独身のまま、子供がなく、死んだおじの大きな資産も相続していた。1702年までに、別の植民地指導的判事である、ナサニエル・バイ・フィールドの娘、サラ・バイ・フィールドと結婚した。サラは1708年頃に、子供ができないまま死んだ。 バイフィールドとテイラーの父は事業上の共同経営者であり、テイラーはその関係を続けた。テイラーは安城戦争の時に植民地民兵隊に従軍した。1710年、民兵一個連隊を指揮し、アカディアのポートロイヤルを占領する戦いに参戦した。その勝利の後で遠征隊の指揮官、フランシス・ニコルソンと共にロンドンに行き、将来有望となった。 その成果は、マサチューセッツ湾直轄植民地副総督への任官となり、ジョセフ・ラドリー総督のもとに仕えた。それからマサチューセッツに戻り、再度植民地防衛のために活動し、ニューハンプシャーのウィリアムメアリートリ出で駐屯し、また現在のメイン州南部のフロンティア防衛にも、携わった。1711年初期、ジョセフ・ラドリーの孫、トマスの未亡人だった。 アビゲール・ジラム・ダドリーと再婚した。この夫婦には6人の子供が生まれ、ドーチェスターのストートン加算で育てた。1712年には、エンシャント・アンドナラブル砲兵中隊に加わり、同年にその隊長に選出された。ジョナサン・ベルチャー、当初はテイラーの敵だったが、後には同盟者になったテイラーは1712年から1729年まで、 総督評議会委員に選ばれていた。この間に3度、マサチューセッツ副総督に任官されたことがあった。ダドリーとは隕石によって関連があったにもかかわらず、副総督を務めた最初の2度は総督との政治的関係がギスギスしていた。テイラーは植民地に多くいたイングランド国境会員の一人であり、ダドリーの信仰については会議的だった。ダドリーは、 ピューリタンの中で育っており、1690年代にイングランドにいた間にイングランド国教会の監修を正式に採用していた。テイラーとダドリーは植民地の貨幣問題でも反対の立場に立った。ダドリーは安城戦争の終わる1713年までに重大な問題になっていた増え続ける紙幣発行を避ける手段として、 公的信用証券の発行に賛成していた。一方テイラーは岐阜のナサニエル・バイフィールドたちと共に民間の土地銀行を設立し、その投資家の土地によって保証された社兵の発行に賛成していた。1714年、バイフィールドがロンドンに行って土地銀行支持側に立ってロビー活動を行い、自分のためには総得任命を求めた。それは、 国王ジョージ一席の周囲後に検討課題になっていた。総督の地位は得られなかったが、ダドリーの後任に選ばれていたエリゼウス・バージェス大佐を説得してテイラーを副総督に止めさせることには成功した。しかし、バージェスは土地銀行の反対者から賄賂を受け取り、イングランドを離れる前にその職を辞してしまった。その時点までにバージェスとテイラーへの任命書が、 マサチューセッツに送られており、二人の民間が公表された後の1715年11月、テイラーが総督大公に就任した。テイラーは総督大公に着任して、すぐに政治的な浄化に取り組み、土地銀行反対者とダドリーの支持者を多くの植民地の役職から排除した。しかし、その努力は裏目に出た。 植民地議会がダドリーの息子ポールを検事総長に選任し、ロンドンの反土地銀行派のエージェントがテイラーの更迭のために動いた。ただし、そうしたエージェントの一人だったジョナサン・ベルチャーが後年、皮肉にもテイラーの同盟者となり、テイラーを三度目の副総督に据えることになった。反土地銀行派の活動によって国王は反対派のサミュエル・シュート大佐を バージェスの後任に、ウィリアム・ダ・マーを、その副総督に選任した。1716年10月、シュートが着任した時に、テイラーはその職を離れた。シュートは、その到着時にテイラーを礼遇し、タドリーを、まず会見する相手に選んだ。テイラーが、総督代行であった間に、その後も長く続くことになった、唯一の成果は、現在のアメリカ合衆国では最初期の東大である。 ボストン東大の建設を承認したことだった。テイラーは議会議員であった間に立法委員会の委員となり、その建設と資金手当の法案を起草し、総督代行になった後で法案に署名した。テイラーはその後イングランドに行った。そこでは、ノバスコシアでの権利を主張するトマステンプル教の承継者、ジョン・ネルソンのためにロビー活動を行った。 ネルソンは1667年のブレダ条約で失った領地の代償を求めていたが、テイラーの努力は無駄に終わった。テイラーは自分のためにも軍隊恩級の受給を働きかけた。コブハム教を説得し、1710年のポートロイヤルでの功績について認めさせることに成功し、大佐の給与の半分、年400ポンドを与えられることになった。ジョン・ネルソンは、 テイラーが副総督の職を失ったことが彼にとっては大いに利点になったと言っていた。テイラーの肖像画として20世紀初期に売買された絵画、ジョン・スミバート制作とされた。スミバートの署名は1940年代に偽書であると判断された。この絵画は18世紀初期のものであることが分かっているが、その主題は不明なままであるテイラーは、最後は、 マサチューセッツに戻った。シュートが総督である間に何度か北部フロンティアのインディアンとの交渉に関わった。植民地民兵隊での活動も続けた。1717 17年、シュートとともにニューイングランド北部のアベナ貴族と交渉するためにメイン遠征に同行した。シュートはその交渉がうまく果たせず、アベナ貴族とイギリス人開拓者の間の 緊張関係を増加させた。1720年、テイラーは開拓者と安倍な貴族の間を仲立ちするために派遣された役人の一人となった。合意のために可能性ある条件が明らかになってはきたが、襲撃が続き、提案された条件の詳細には合意できなかったことで、事態はさらに悪くなった。メイン海岸のイギリス人開拓地に対する襲撃が、 続いた後の1722年7月、シュートはアベナ貴族に対して戦線復刻した。シュートは植民地議会との間に紛争が絶えず、そのことで1723年初期にはイングランドに戻ることになった。戦争の処理は副総督のダマーに委ねた。テイラーは1723年にニューヨーク植民地オールバニに派遣され、色恋族を アベナ貴族との戦争に参戦するように説得することを目指した一体の指導的一員になった。しかしその任務は不成功だった。色恋族はアベナ貴族に対する戦争に関わらせようとするすべての試みに抵抗した。テイラーは戦争への関与を続け、ボストン防衛を維持する任務に当たった。テイラーの政治的傾向は1720年代に変化し、 テイラーとバイフィールドが人民派と密接に同盟するようになった。その結果、テイラーとかつては敵対したジョナサン・ベルチャーが同盟者になった。1729年、ウィリアム・バーネット総督が休止した時、ベルチャーはロンドンにいてコネチカット植民地の代理人として行動し、バーネットが不人気だった高級的給与を主張したことに反対するロビー活動を支援した。 ベルチャーは自分のために総督の任を得ることに成功し、テイラーにはもう一度副総督の職を確保した。テイラーの任命はベルチャーが到着する前に宣言され、ベルチャーが到着するまでの間、総督代行を短期間務めた。その後数ヶ月は何事もなかったが、植民地に天然痘が蔓延し、そのためにテイラーは議会を休会にした。 テイラーは副総督を務めていた1731年32年3月にドーチェスターで死んだ。その棺を担いだ者の,の中にはベルチャーやその他正解を指導する人物が入っていた。テイラーは叔父のウィリアム・ストートンの墓所に埋葬された。そこは現在ドーチェスター北埋葬地と呼ばれている。ありがとうございます。